してくれ。はい。フォーホーンのラビックス、会えて本当に嬉しいよ。吟遊詩人のルパピオンだ、覚えているか。そのラビックスにまつわる話は忘れてくれないか。俺のことはゲラルトと呼んでくれ。リビアのゲラルトと呼べばいいんだろう。もちろんさ、僕は熱心なファンで。それはどう思う。マスターダンディリオンのだよ。彼がウィッチャーについて歌った曲は残らず知ってる。ああ、なんて運がいいんだ。それで俺に何か用か。そうなんだ、専属美容師のジャン・ルイ・ルドビックが行方不明でね。彼を探してくれ。僕はその様子を見てバラットに仕立てるよ。今こそ聞かせよう、行方不明の美容師とウィッチャーの物語を。一体何があったんだ。美容師が行方不明というのは確かなのか。ああ、確かだ。信じられないことが起きたのさ。ジャン・ルイが仕事に遅れたことなんてない。彼は時間に死ぬほど正確なんだ。僕が彼の劇的な救出劇を歌ったらきっと喜んでくれるだろう。見つけるとして誰が報酬をくれるんだ。僕が払う。こんなチャンスは滅多にないからね。ただし一緒に連れて行ってくれ。起こったことの全てを歌にしないと。それはいいが、ここまで変わった依頼は珍しい。高くつくぞ。もちろん、それは分かってる。ああ、構わない。お望み通りだ。いいだろう、調べてみよう。ただし一緒に来るなら条件がある。俺にも、俺の剣にも近づくな。もちろんさ、姿を見られることすらないよ。ジャン・ルイの店はすぐそこさ。おお、どうした。最高の結末を思いついてしまった。全ては公爵の栄光のために。ウィッチャーと美容師の話じゃなかったのか。公爵に何の関係があるんだ。公爵閣下は本当に気まぐれなんだ。今日はみんなトーナメントでの僕の素晴らしい詩のことで頭がいっぱいだろうけど、でも明日には朝食中に退屈された公爵閣下が新しい冒険の詩をご所望されるかもしれない。こんな機会は滅多にないだろう。さてではどこから始める。扉からだ。壊して中に入るぞ。何のつもり。すべては公爵の、ハサミが少しも尖れていない。これで客の髪は切れない。さあ入ろう。整髪料の瓶が体が強い花の香り強烈だ。ジャン・ルイのスペシャルフローラル整髪剤、製法は門外不出なんだ。この瓶も空っぽだな。何か見つけたかね。鍵は壊れている。力ずくで開けようとした形跡もない。詩の記録か。マニキュア、カール、シントラ風、リビア風、船乗り風ノビグラドでは見ない流行だな。おや、予約客のリストか。最後の客はル・ポンピドゥ夫人、知ってるか。おばあちゃんさ、もう何年もジャン・ルイのお得意さんだ。無害な人だよ。ここに絵が描かれている。地図のようだ。心当たりは。あそこかもしれないな。でも仮にそうだとしても何もない場所だぞ。ただの牧草地だ。分かったぞ。つまり僕も分かったよ、
鎖を見回すも変わったことはなかった。カミソリはあるがハサミが見当たらない。静かにしてくれないか。美容師に何が起こったか分かったかもしれない。侵入された形跡も争った跡もない。整髪料の材料でも探しに出かけたんだろう。在庫を切らしてたようだからな。そうに違いない。そのために町の外へ花を集めに行って、そこでトロールに襲われたんだ。いや、サイクロプスかな。どちらにしても素晴らしい。地図を見てそこまで行けるか。もちろん。では案内を。シーデルリガと青く輝き、砂が流れて時を刻む。ツタを登った壁の先、なんとも哀れな美容師がいた。ずっとその調子で行く気か。コケムス墓石に別れを告げて、歩き出そうも悩むこともない。しただけでそろそろ地図の場所に着く。ワインを作るなんてな。紐を抜かれたよ。くそ、戻れ。どんな怪物だった？アーチスポアだ。近くにまだいるかな？さあな。君の鋭い感覚はどうだ？なんて言ってる？お前は引き返して逃げろと言ってる。笑える冗談だ。さあ進もう。僕が危なくなったら守ってくれる。そうだろう？地図の次の場所へ行こう。ウィッチャーのその剣がキラリと光り、アーチスポアの血が辺りを覆う。腹渡に美容師の痕跡はなく、彼は別の何かに捕まっていた。ジャン・ルイのカゴだ。遠くからでも見間違えようがない。彼はここに来た。絶対そうだ。花びらの入ったカゴ、あの整髪料と同じ匂いだな。踏み倒された草、複数の足跡、わずかな血痕。言っていた通りだ、今だ。面倒に巻き込まれたらしい。よかった。サイクロプスでなければいいな。韻を踏む言葉がないからさ。それで彼の痕跡は見つけたか？地面が岩になっていて痕跡が途絶えている。洞窟の奥に入ったのだろう。本当ですよ、騎士様。最新の理由です。コメにも偶然も無数に無数にならない女性はいませんよ。戯言ばかり並べやがって、この下手くそ。何がコメにて最新の流行だ。ここはニルフガードだ。彼に何をされたんだ？何をされただと？髪型だよ。上は短く、後ろ髪は残され固められたんだ。格好悪すぎてトーナメントに出場できなかった。マドモアゼル・ビビアン・ド・タブリスが俺のものになるはずだった。なのにこのクソ野郎が流行だとか言って、そのせいでチャンスを逃したんだ。頭に来るのはわかるが、彼を話してやれ。まだ許せん。この野郎に目にもの見せてやらないと気が収まらん。騎士道に反する悪行だな。美徳はどうした？孔雀の門への誓いを忘れたか？誓いに文句を言われる筋合いはない。今すぐ消えないなら殺すぞ。剣を取れ。決闘を申し込む。お前たちは邪魔するな。何と言っても
騎士道に乗っ取った戦いだからな。集え子供たち、今こそ語ろう、気高きウィッチャーの物語を。もう遅い。そろそろ帰った方がいいみたいだな。ルパピオン、アーレビオタ様、間一髪で助かった。礼はいらない。ジャンルイ・ルドビクだな。さあ、早く帰るとしよう。待て、二人とも完成したぞ。家来と従者は青ざめた、主君の裂かれた腹を見て、ウィッチャーの剣で一刀両断、さらなる一撃騎士を貫く。そしてウィッチャーのとどめの一戦、騎士の朝食が溢れ出た。騎士は情けなくも逃げ出した。全ては公爵の栄光のために。少し混乱しているようだな。全部見てたのか。気を悪くしないでくれよ。でも現代史は君の専門じゃないはずだ。最近の聴衆はドラマチックな物語を求め、僕はそれを歌うのさ。お礼の報酬は、この歌の印税のうち一部を君に譲ることにしよう。支払いはそうだな、年に2回でどうだい。つまり今は無一文か。何度お礼を言っても足りないよ、ウィッチャー。喜んでお礼をしよう。それにもちろん髪を整えたいときはいつでも来てくれ。ああ、ありがとう。ではな。